三冠ヘビー級選手権試合です。チャレンジャー田上明、三沢の三冠に通算3度目の挑戦。一方5度目の防衛戦臨みます。これが通算12回目の防衛戦。チャンピオン三沢光晴、ゴングが鳴りました。三冠いや五冠の三沢か、今年のチャンピオンカーニバル、この覇者であります田上明でありましょうか。組み合いました。チョップでしょうか。そして三沢はエルボーで応戦になります。2回目田上がヘッドロックに取りました。絞り上げます。田上明、もう一度絞り上げます。ロープに振って帰ってくるところ、あれは田上に軍配。放送席解説はジャイアント馬場さんにお願いします。馬場さん、どうぞよろしくお願いします。よろしく。さあ、そしてフェイスクラッシャー。馬場さん、今この激しい攻防なんですが、この試合のポイントどこに置かれますか？そうですね、まあ、対戦はね回数あるんですけども、この去年のプレカですね、田植えのその心境というのは著しいんですね。そうですね。でも、まあ、田植えも、出かかっては潰れ出かかっては潰れてましたけども、まあ、この4月、チャンピオンカーニバルに優勝したということで、ですね、非常に、まあ、自信も持ったと思うんですね。ましてウィリアムズもにも勝ちましたし、はい、そういうところでですね、非常に今田植えは自信を持っていると思うんですね。その自信だけで今もう頑張れるんじゃないかと僕は期待してるんですがね。ただ、三沢にしてみればやっぱり今まで何回も防衛もしてますし、はい、田植えに何回も勝ってますから、そういった自信はあるかもしれないですけどもね、はい、早くもマットを外して、そして DDT。 馬場さんがこの開幕戦の放送の中でもおっしゃっていました、田植えのこういった表情を見ましてもやはりチャンピオンカーニバルの優勝、この自信が田植えにみなぎっているようであります。今日も試合前、ちょっと昨日の世界タッグ、この試合の首の段、あっとここで断崖か、断崖に出るか、空竹割り、脳天空竹割り、打ち込みます。さあここでエルボーで返します三沢、そして素早くリングの中一回転して戻りました。昨日の世界タッグ戦、秋山と組みまして第29代の世界タッグチャンピオンとなりました。やはりその激戦の中で若干首、これはもうこういったこの激しいプロレスがずっと続く全日マットです。これはもちろんのことなんですが、かなりそのダメージが広がったようであります。ロープ振った三沢、飛んでレフトハンドで投げ打ってまいります。ロープに飛んでエルボー、田植えが先に飛びました。三沢がここで仕掛ける、ブランチャーを打っていく、エルボー、ブランチャーエルボー、まさにこの北海道の海辺に打ち寄せる波のように、一つ一つのこの両者の技に対してこの札幌中島体育センターのお客さん、すごい声援であります。そしてその声援が収まるとスッと潮が引いたように静寂、両者を応援する声、この交錯となります。トップコーナー三沢、ここからミサイルキック、フラッシュの中三沢がミサイルキック、また距離ができた、また距離ができた。さあ今度は飛んで打たせません、距離を、あっとそのまま預けていった三沢が飛んだ、
か速い田植えの仕掛けに対して三沢がこうするように打っていきました。そうですね、三沢としてみればやっぱり、はい、田植えの方が大きいですからね、体力ありますから、はい、飛び道具をやっぱり効きますよね。ここまで両者の三冠をめぐる対戦は93年2月三沢がこの V7 達成中でした。22分33秒、タイガードライバー2発から抑え込んでいます。ここで体を預けていきます。ダイビングボディプレス。さらに去年の9月の10日、エルボー3発からやはり三沢が抑え込んでいます。両者の対戦に限りますと最も近いところでは4月の1日チャンピオンカーニバル大阪大会で対戦。この時には18分18秒、三沢がダイビングネックブリーカーで勝ちを収めています。田植えがチャンピオンカーニバル、今年のチャンピオンカーニバル制しました。唯一の黒星をつけましたのはこの三沢であります。フェイスロックに入っています三沢。がっちりと固めています。サードロープまで距離がどうでしょうか。右手を伸ばしてまだ足りない。カバーに行きました。カウント2です。もう一度フェイスロックに行きます。もう一度フェイスロック、なんとか振りほどこうという田植えであります。さあなんとかサードロープにじり寄りました。ブレイクであります。ここはチャンピオン5分を経過したあたり、チャンピオン三沢光晴が勝負の流れをつかんでいます。ジャンピングキック受け止めて、これも読んでいます。これも読んでいます。田植えショルダータックル、走り込んでのショルダータックル。さあここから逆襲に出たいところ、フェイスロックが効いている。ドロップキック、この辺りはよく手の内を分かっています両者。抱え上げてギロチンが一歩に乗ってきました。顔を押さえています。田植えフェイスロック効いています。さあここで三沢を起こしておいて田植えの攻撃が続きます。ロープに飛んで、あっとジャンピングアイキック、顔面を捉えました。馬場さん、今からこの1988年ですから8年前ですか、馬場さんとのタッグでこの田植えデビューしたんですよね。そうですね、しかしこの冒頭でもお話がありましたが、この田植えの頑張り賞賛に値しますね。ここまでの、まあ、よく頑張りました、頑張りましたけどもね、そのぐーっと出てきてはまた粒で、もう一つのところは、ね、なかったんですがね。どうなんでしょうか。今年はよくその、最後まで頑張りました。三沢一回転投げ捨てジャーマン、チャンピオン大の字。前夜世界タッグのベルトを失いましたこの田植え。今の技が田植えに使えるようになりましたからね。2つ目、馬場さん、このチャニムに行くんだ、これが大切だとおっしゃってましたが、出るようになりました。鬼の表情、鬼神の表情。田植え、三沢の首は大丈夫か。ここで持っていくか。ダイナミックボム、速い速い仕掛けだ。今なんかよく上上がりましたけどね、角度がありました。こういうところにね、三沢の良さといいますかね、はい、
どこから落ちても自分はちゃんと受け身を取りますからね、なんとかその三沢の受け身を取れないように田植えが持っていかなきゃいけないんですね。そしてエルボーを返してきます。三冠ヘビー級選手権札幌大会、この札幌の舞台で両者ここまでどうでしょうか、五分と五分の展開でしょうか。のど輪か田植え、今日は技を出し惜しみしません。どんどん技を繰り出してきます。 DDT、 いやもう田植えはね、あれだけのものを出さなきゃいけないですし、そのやったことなくたって見真似でもう何でもいいですからやらなきゃいけないですね。もう馬場さんよくおっしゃいます、もうがむしゃらに行けと。そうですね、2度ダメだったら3度目だ、そういうことになりましょうか。さあここでのど輪に持っていくか、のど輪に持っていくか、チャンピオンピンチ、三沢こらえる、力が入る、のど輪だ、三沢耐える、チャンピオン耐える、エルボーを打って一回転して、すぐこの放送席の目の前、リング上は田上明、さあここで追撃に入ります。すぐ放送、わっとこの田植えの表情、汗と言わず、そしてこの表情と言わず、この野郎という声が、もう頭に、いや、打たせない、チャンピオン三沢打たせない、リバーって返した、三沢打たせない、場外での攻防があるんですが、スルスルっと、やはりチャンピオンです。リングの中で勝負をつけようじゃないか、リングの上に上がります。今日が5回目の防衛戦になります。この三沢、ちょうど1年前、この札幌で阪神に勝った、うっと、いっか、ロープブレイクです。田植えしのぎました。ちょうど1年前なんです、ハンセンを破りまして第14代のチャンピオン、おっとタイガースレプレックス、これもこらえる、打たせない、第14代の三冠チャンピオンに返り咲きました。その後川田、この田植え、小橋、さらに今年に入ってオブライトと破って4回の防衛を果たしています。ラリアットかわしてバットになった、投げ捨てジャーマン、スッと来た。ここがチャンピオン三沢、勝負どころと思っているんでしょうか。タイガードライバー三沢よ、タイガードライバー打った、どうだ、三沢のタイガードライバー、田植えこらえる、田植えしのぐ、過剰攻撃です。これも先に立ったらもちろん仕掛けたチャンピオン三沢、バックを取ってエルボーと、そしてココナッツクラッシュ、ヤシの実割り、全日本プロレスのこれも宝刀です。馬場さん、この今の休みの終わりはいかがですか。いや、いいですよ、これであと田植えが何をやるか、はい、キックで攻めました、エルボーを返します、ランニングネックブレイカー、全日本の宝刀パート2、やったことがなくても田植えよ、自分の技じゃなくてもそれで攻めてみろ、放送席の馬場さんからそんな応援のエールがありました。それがまるで聞こえたかのよう。技なんてね、いい技なんてね、やっぱとっさに出ますからね。
これもトッサですか、あっと逆に三沢が投げる、エルボー打ち込む、スパイニングエルボー、過去4回中防衛4回中3回、これでチャレンジャーに引導を渡しています。三沢がトップ、トップは俺だ、チャンピオンは俺だ、三沢がトップ、トップコーナー取りができました。この辺りは冷静です。逆に喉輪に取った、叩きつける、ここで打たせない、エルボーを打ってレッドバット、これも珍しい技だ、三沢仁王立ち。トップコーナー、トップコーナー、田植えを成仏しました。